第577回12月29日水曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書コリントの信徒への手紙1:16-13。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく強く生きなさい。サタンはいつも私たちをさまざまな方法で神から離そうと誘惑し、この世の繁栄の中で悪い影響を及ぼし、神以外に心を向けさせ、次々と問題を起こします。その誘惑を退けるために、イエスは目を覚ましていなさいと何度も言われました。マルコによる福音書14:34、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。いつも心の目を覚ましてイエスを見つめるときに誘惑を退けることができます。そして信仰に基づいてしっかり立ちなさい、大きく強く生きなさいとの御言葉を実践したいと思います。誘惑がやってくる中でも目を覚まして信仰に固く立ち、イエスを見つめて力強く歩みたいと思います。共に心を合わせて祈りましょう。今週の祈り。1、信仰に固く立つことができますように。2、コロナが完全に収束し新しい出発ができますように。3、2021年を神に感謝し期待して新年を迎えることができますように。神様、今日も多くの方々と共に心を合わせてお祈りをすることができ感謝いたします。信仰を持って2021年を過ごすことができたお恵みを心から感謝いたします。どうぞさらにこれからも信仰に固く立って歩むことができるようにお助けください。コロナが完全に収束しますように。そしていろいろな苦しみを経験されたお一人一人が強められ新しい出発をすることができるようにお導きをお願いいたします。私たち一人一人が心から信仰を持って神様の御業を期待して新年を迎えることができますようにお守りください。私たちを愛してくださる救い主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。